さあさあ続くから。はい、おはようございます。おはようございます。早だい。いや、ほんまやって8時半に、はい、鈴池に向かうように、はい、僕は指示をされましてどういうことこれ。え、なんか聞いてるってこと？俺は何も聞いてないけど。俺ね、ちょっと来たのからね。はい、手紙を預かってるのよ。マジで？これを持って8時半に筒井くんの家に行くようにっていうことで。はい、これ見るかな。団長2号様って書いてますけど。あ、失礼します。背景団長様、2号様、新緑の走路、ますますのあれですけれども。おいおい、ちゃんと書け。こうじゃない、新緑のこう。はい、常日頃高知を元気にしたいと言っている団長ならば、高知のあらゆる観光スポットを知っていて当然。ほう、うん、というわけで今日挑戦してもらう企画は、高知の観光スポットでかくれんぼです。どういうこと？かくれんぼ？え、今ある観光スポットで待っている私みったんを見つけてもらいますあ、ってこと今もこんな早い時間からどっかで待ってるってこと？一人で別行動やとは言ってたから。そういうことね。もうだからすでに観光スポットねあ、ちょっとルール書いてますね。はいはいはい、ルール、まずビデオカメラでみったんの姿を捉えた時点で見つけたとします。制限時間は日没まで。今日朝食の予定？制限時間内にみったんが4回9時、11時、13時、15時にヒントを出します。ヒントを出す場所は、おお、筒井軍団のツイッターアカウントです。スポット内ですれ違うことがないようにスポット内で最も分かりやすい場所で待ちます。ということは、まあ、その観光名所のおそらく桂浜なら桂浜の分かりやすいところにいますよってことね。西山くんと力を合わせて頑張ってください。4つもヒントがありながら僕を見つけられないとすごく恥ずかしいと思います。ケイグ。これはあのほっとくっていう選択肢もありますか？やるモチベーションがいや、そうなのよ。あとちょっとこれちょっとこれちょっとちょっといいですか、カメラこれ押さえてもらう。ニョロニョロ兵で書くな、これニョロニョロ兵で書くな兵ケグ兵って。これもあれやな、あっという間に見つけてやろうぜ。あ、ほんまやね、早く終わらないよね。こんな長尺でロケしたくないよ今8時54分です。目的地に着いたので、これから素通り出て一発目の写真撮ってツイッターにアップしたいと思います。お、さあ9時になりましたけどアップされましたよ。おっと、たった今9時になりました。かくれんぼスタート。どこにいるでしょう、かっこみったん。いやー、帽子かぶって普段かぶらんのに、見てくださいよ、バッグ思いっきり緑じゃないですか。これを元に何探すってことよね。ヒント、この緑しかないで、むずない、むずない、え、むずない、マジで当てさす気ある、この人。ほんまやわ。ちょ、でもちょ、考えよう、一回まずこのヒントで俺らも考えようか。うん、ほらほらほら、緑よ。はい、でもこれ安直な考えをすると牧野植物園とかこの五代さんとかね、うん、になってくるやん。でも意外とあの桂浜とかにもあるから、緑は何も意味のないヒントは多分ないやろうから。この画像よーく見るか。なんやろうな、今日のこんな普段帽子かぶらんやん。こん普段こんな帽子、この帽子なんか大ちゃんがこんなんかぶるな。そうだっけ。うん、でこんなかぶり方もするし、ちょっと大ちゃんに寄せてる。それもなんかヒントあるんじゃない。大ちゃんによ、この帽子、帽子、そしてツーライス T シャツ着てるし。あ、そうなの。この色はそうですね、全然わからなかったこれが今大ちゃんを模してるとしたら、はいはい、土佐清水の可能性出てきたよ。なんで？大ちゃんのふるさと。あ、そういうことか。はい、土佐清水か
あの手間な。これで俺ら行っておらんかったら往復5時間の無駄。これちょっとむずっ。よし、じゃあとりあえず行きますか、五代さん行こうか。はい、というわけで五代さん行きます。いや、これめっちゃええ天気ちゃう。やばいね、今日は絶好のロケ日和ですけど、うん、ちょっと展望台の方へ、はいはい、行ってみたいなと思いますが、緑もあるね、この辺は。いや、緑多いね。うん、おるんちょっと呼んでみる、みったんおるんちゃう、いけんと。みったん、今のところにみったんからの返事はないわけですけどね。あいつはさ、そうか、スポット内の分かりやすいところにいるって言ってたから、うん、写真撮ったのが完全に例えばこういうところであっても、うん、おるとしたら展望台とか、ああ、ね、そういう可能性あるよね。さあ、佐藤さん、おそらくまあこういったところにみったんがおりますのでね。お待たせました。いません、みんないません。これ五代さんじゃないというパターンですかね。みったん、はい、みったんおらんけど、はい、めちゃめちゃ気持ちいいね。すごいいい天気じゃない。そして皆さん見てください、この展望台から一望できる高知市、ご覧ください、すごく綺麗。ここでね、辻軍団のオープニング撮ってね、こうキュッとやっております。そんな素敵なところ、ぜひね足を運んでいただきたいなと思いますが、さあさあ、はい、一発目、まずは五代さん、はい、空振りでした。はい、まあ最初なんでね、うん、ちょっとまあまんまと引っかかってあげたところはあるよね、みったんのヒントにね。これもあれやな、あっという間に見つけてやろうぜ。あ、ほんまやね、早く笑うよね。あの、思いっきり緑バッグだったから安易にね、安直な発想で、はい、五代さんということで緑に来ましたけど、はい、まあいないと思ってました、そら、はい、いやさ、うん、写真、ヒントの写真でさ、うん、帽子を裏返しにかぶってて、はい、あれさ、ワンパクキッズっていうことじゃない？ヒントとして。ワンパク？うん。だ、ワンパク、ワンパーク、ワンパークコーチじゃない？これ。あ、そういうことね。お、そうじゃない？これ。ほら。あ、でもヒントってそういうことかもしれない。そう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 。普段帽子は？かぶんない。からかぶんないの、帽子ってこと。なんか意味あるか。絶対意味、俺あそこがめっちゃ引っ掛けてて、本当にあの帽子が。なるほど、なんかちょっとこれぽくなってきたね。ぽくなってきたよね。ごめん、みったんすぐ当てるわ、俺。いや、もうこれ絶対やろ、これ絶対やわ、絶対。だってあの、普段帽子かぶらんや、みったん、まず。うん、で、帽子かぶってる時点でおかしいなとは思ったんやけど、それを裏返しにかぶってるやん、うんうんうん、あれ絶対ワンパクキッズなのよ。絶対ヒントあるよね、そこにね。そう、うん、ワンパクって言ったらもう高知県ワンパークやろ。ワンパーク高知やろ、これ。いや、甘いわ、みった。バレバレやな、バレバレ。ほらほら、見て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 、ほら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 、ワンパーク高知の横のキャラクター、帽子、ワンパクにかぶってます。これや、これヒントのやつや、絶対これ。みったんそこにいますわ、もうおるね、もうおるわ、見えたね、みったーん。今ビクッとしてる。さあ、ワンパクコーチ入りましたよ。いや、もうおらんちゃう、この辺マジで。もうおるやろ、
緑いっぱいあるしね。まあね。おお。じゃあちょっと車を止めて歩いていきましょう。なんか返信来てますね。あ、腹立つね、これ。腹立つな。一旦からまあ綺麗な景色って腹立つわ。でも悪いけど、悪いけどもう分かりましたね、一旦の場所。ちょっと調子乗ってる感じするんでね、一発行ってこましたの。人間の檻にはいませんね。ここで待っていてほしかったなというのはありますけどね。人間の檻にはいませんでした。緑のとこにおるかもしれないね。そうだね、そうだそうだ、ヒントがね、緑でしたからね。さあ、でももうミッタンの匂いしてますんで、かなりミッタン臭が漂ってますんでね。あー、この緑感ね。こっちから攻めてやろうかな。こっち行きましょうか。雨が降りゆけんど、傘もささんとどこ行くがぜ。おまんはどうせ笑ってみせる。いや、おらんのかい、一旦。ちょっと。絶対おると思ったんですけどね。いなかったので。でも、盛り上がってきたんじゃないですか、この企画ね。おらん方が良かったよ。いいいい、みったんはまだまだできるやつだと俺は信じてたんで、これでいいと思います。さあ、時刻が11時ちょうどなりましたんで、そろそろ2つ目のヒントが来ると思います。ちょっと見てみます。あ来てますね。うわ、ちょっと待って、めっちゃ悔しい。筒井くん、まだかっこみった2回目のヒントということで、この写真ちょっと待ってください。まあ、ドラゴンズの帽子というのは置いときましょう。前にかぶってるからおそらくワンパクではない。そしてご覧ください、これ波打ち際ですね。どうやら水ですので、はい、ワンパクコーチではないということが分かったのと、まあ海辺であるなということがこれから推察されます。今これを見た限りなんですけど、砂の感じが桂浜じゃないんですよ、この写真。水辺やけどね。水辺ですけど、桂浜もっと黒いんですよ、あの土が。なるほどなるほど。これね、ヤッシーパークじゃないですかね。ヤッシーか、遠いな。そう、行きたくない、もう行きたくない。行きたくないって、メッシュパーク嫌じゃなくて、遠いからね。遠いね。遠いから、こっから遠いから、もう移動がしんどいなってのありますけど、でも見てください、この彼の切ない顔。もう助けてあげましょう。行きましょう。メッシュパーク行きましょう。もしもし？もうちょっと今どこにいるのよ。ワンパークコーチちゃうんかい。早く来てよ。ちょっと
真っ黒になってまうわー。わ、ヒントちゃう今の。ヒント出してるやん。外におるやん、それ。ご褒美もちゃんと用意してるんで、見つけた暁には。マジっすか？ありがとうございます。今どんなモチベーションでやってるかわからんけど。まさにそう、その通り。モチベーション保ってやってください。もうね、俺らはね、絶対ここやと踏んで、だいぶ調子乗った感じで来ましたけど、はい。こっちのモチベーションが持たなくなるんで、早くしてください。いや、風すごいな。風がすごいね、ごめん。わかりました。日没までには行きますんで。電波が。見た。嘘。電波が。見た。見た。ということで、僕たちの次の、目指す場所はですね、ヤッシーパーク、ヤス町にありますヤッシーパークに、行きたいと思います。海辺の感じ、砂浜の感じからおそらくそうじゃないかってことと、みったんがね、早く来ないと黒くなるわ。もうこれ外に言います。火に焼けちゃうということを言ってたので。おそらくそうじゃないかと思いますので、ヤッシーパークに行きたいと思います。いや、なんかヤッシーパークで会ってほしいなとは思ってるんやけど、うん、なんか砂浜の感じ、うん、すっごい綺麗やったんやけど、うん、いよいよ土佐清水の線もあるんちゃうかなって気がして。マジで？うん、だってさっきは1枚目のヒントね、帽子後ろにかぶってて、はい、で僕朝も言いましたけど、それ見た時に、はい、大ちゃんがあんなかぶり方するって言って、あ、かぶり方、うん、その時はね、はい、大ちゃんがこんなかぶり方するし、ツーライス T シャツ着てるよっていう。でも2枚目になった時に、はい、帽子はまっすぐかぶってました、ね、でも D って書いてたよね、帽子に。 D って書いてた。大ちゃんが D やとしたらこれいよいよ土佐清水の線出てくるくない？マジっすか？え？いや、そんなことある？やだ、行きたくない、行きたくない。どうする？ちょっと一回考える？ちょっと会議しよう。ちょっと会議しよう、これは。これやばいぞ、これね、分岐だよな。もう行っちゃうとちょっともうますますすごくなるんで。清水か、そうか。え、可能性ある？リスクから考えると、うん、もう今から土佐清水に行って、もしヤッシーパークだったっていう時の方がしんどい、距離的に、うん、ヤッシー行って、うん、そっちに掘る可能性かけた方がしんどいかな、うんうん、いくらなんぶいでも、みっともそんな遠いとこまで行くか。行っちゃったらもう、もう戻ってこれない。こっから3時間見ないといけない。ということで、うん、ヤッシーから進めましょう。ヤッシー行く？はい、行きましょう、うん、さあ、ヤッシーパーク到着。さあおっしゃー。いや、おるやろここに。さあ、まあヤッシーパークで一番なんていう、その分かりやすいと思ってたら砂浜やと思って、うん、砂浜に一旦行きましょう。どう、降りそう？正直なこと言うと、もう何も自信がない今。ワンパークの時はめっちゃもうなんか意気揚々としてたけど手応えとしてはあんまない。一切ない、うん、うん、ほんまに分からん。もう土佐清水じゃないことを祈ってるだけ。小雨が降りゆけんど、傘もささんとどこ行くがぜ。おまんはどうせ笑ってみせるに変わらん、人っちゃ変わらんにゃ。いや、おらんな。どうしようね。どうしようね。
しかしあれやね、はい、よく言われると思うけど、うん、海が似合う気づいた？どうする？どうする？浜っ子やからね俺長浜生まれ長浜育ち、悪そうなやつは大体友達の俺からしたらやっぱり海が似合っちゃうのよね。短パンがめっちゃ似合う。あーありがとう。このワンパク感伝わる。一番俺がワンパクやと。いやアイス食うか。いいね、アイス食おうぜ。ヤシパクヤシ。すぐちょっと止まってもらっていい？はい。そのままちょっと自分の右足見てもらっていい？はあ、俺さっきから臭いなと思いよったんやな。やったね。最悪や。やったね。最悪や。最悪や。うわもう最悪やマジで。うわ。最悪や。最悪や。もう久しぶり見た俺こんな人。いやもうマジでちょっとやめて。これから車内臭いよ。何してんの。いやこれまずこいつやろ、片付けていけよこの飼い主。こういうの良くないよ本当に。びっくりした。いや臭い、マジ臭い、マジ臭い、本当に臭い。もう嫌、もう嫌や。俺も嫌や。もうやめよう。いや、この今日解散。終わり。帰ろう。終わり。もう帰ろうぜ今日。もうよりソーシャルディスタンス取るわちょっと俺。今後一層。家族が誕生日プレゼントで買ってくる。マジで。ちょっと洗おうかほんま。これは続行不可能ですね。雨が降りゆけんど傘もささんとどこ行くがぜ。おまんはどうせ笑ってみせるに変わらん、人っちゃ変わらんにゃ。あのあの、1時になったんで見たの3回目のヒントが多分出てると思うんで見てみたいと思います。お空腹に耐えられず…てんてんてん3回目のヒント。あええ、これだいぶヒントじゃない？ちょっと待って。ヤシの木ちゃんこれ。え待って、あ、ここにあるね。みったーん、まあ、僕地元が長浜なので桂浜の方なんですよ。なんかああいうヤシの木を見たような気もするし、一回行ってみたいなっていう気持ちになってきました。桂浜に。桂浜、うん、土佐清水まで遠出したくないという気持ちが強いです。そうやな、はい、なんで焼き鳥食べてたんかね。ん、空腹で焼き鳥やったほんまに。ん、空腹で、空腹に耐えきれず、うん、そのあれか、空腹という字ひらがなやったね。なんかこれ意味あるかな。空腹がひらがな。おう。でもね、桂浜って今どうなのかな。でもお店結構あって、イカ焼きとか焼き鳥とかも置いてたと思うよね、うん、それを空腹に耐えられず食べているっていう可能性は大いにある。海があって緑があって焼き鳥も食べられる、うんうん、っていうこと。そういう条件を満たしているのはやっぱり桂浜かな、うん、
ってみる。はい、もう悩んでても仕方ないね。行ってます。はい。傘もささんとどこ行くがぜ。おまんはどうせ笑ってみせるに変わらん。人っちゃ変わらん。いや、なんかね、ここの気がしてきた。あの月がなんかヤシの木もいっぱいあるね。ヤシの木いっぱいあるよね。カツラ浜に、カツラ浜ゾーンへ入ってきましたけれども、はい、いや本当ちょっとなんか近づいてくるとモチベーションって上がってくるね。なんかおる気がしてきた。そう今だ定めせよ抱いちゃる気もっと事故に来いや。ちょっとミッタンとのじゃない、ミッタンのヒントツイートをちょっと振り返ってみようと思うけど、うん、一発目がこれやん。一発目、うん、この緑バックでミッタンが堂々と映ってて、帽子を後ろ向きにかぶってると。ここなんかヒントあるかな。まずこの絵にここにすでに答え書いてましたみたいなとかめっちゃ悔しいやん。いやもうありえるよ、そんなあいつはほんまそういうことやるか、やりかねえよね。そういう男やからね。めっちゃ拡大したら答え書いてたよとかこれだけじゃちょっとノーヒントだね。1枚目だけじゃ。まあ緑もある場所ということは分かりました。これでね、ほんでよ、次が波打ち際なんよね。緑もあるし水もあるし、高知県こういうとこ多いからな。この2枚目からもわからんね。3つ目、ヤシの木がパック、焼き鳥をなんか食べてる。これでヤシパックちゃうと思ったけどな。違うよ。唯一このちょっと引っかかりポイントとしては、空腹に耐えられずっていうこの文章、空腹っていうのがひらがなになってるよっていうぐらい、なんか引っかかるとしたらね。今のところそれぐらいか。ちょっともうちょっと考えてみようか。空腹、ウフニ、ウニ、ウニ、あら違うか。ちょっと考えすぎてたか。実は文章に答えがあったとかそういうことってないわ。たった今9時になりました。かくれんぼスタート、どこにいるでしょう。一旦かくれんぼスタート、かくれんぼ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 スタート、どこにいるでしょう。今9時になりました、どこにいるでしょう。ちょっとこの文章から全くなんか引っかかるところがないな。一旦ちょっと次のついていきます。筒井くん、まだこれ伸ばし棒が3つあるんですよ。また筒井くん、まだまだ、いや、おかげですよ。そして3つ目が空腹に耐えられず、3回目のヒント、この空腹がひらがなだよな。耐えられず点点点、また3つ出てきた。3つ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 3だし、いや全然わからん、マジでわからん、本当にわからん。ちょ、3時超えたのでみったんがヒントを上げてると思いますんで、ちょっと見てみます。はい、
嘘やろ、ちょっと待って、うわー最悪や最悪や、嘘やん嘘やん、日没まで待つか。どんな写真やった？最悪や。一目で分かりました。マジっすか？はい、完全に分かりました。土佐清水です。マジで？はい。言ってたやん、だから言ってたよね。何やったら、ほんと一番最初に言ってたよね。待って、ほんと今テンション下がってる本気でテンション下がってるけど今から清水向かって、着いたら6時です。すぐ帰ってきても9時です。やだ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 、無理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 、子供幼稚園に迎えに行かなあかんし、お風呂も入れなあかんし、寝かしつけなあかんし、無理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 、マジも無理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 、やだやだ、ほんとやだほんとやだほんとやだ一人でもうじゃあ朝から起こったってこと？そうでしょうね。いや、答えは分かったんですが、この文章でね、写真以外にもヒントあるよ。でも C に括弧してるんですよ。まあ、分からんな、どこやろな。マジで行きたくない、本当に清水は素敵な場所、好きな場所、俺も今からは行きとうない。あの午前中で気づいた時に、うん、いや考えたら向かっといたらもう今頃は、いやそうなんよ、あの時点で行く勇気はないよな。ないやろ普通な。うん、くそーくそー、マジでかー、悔しい悔しい。いやだって今から本当に本当にこう現実問題、清水に行けないじゃん。制限時間が日没、うん、ね、続くやろ。はい、間に合う。なんだって？残念なお知らせなんですけど。はい。日没は間に合います。間に合うか。いや間に合ったとして、もう行くしかないのこれは、どうなの？これ答え教えて俺に。本当に行くしかない？行くしかないなら行くしかないで、俺今からやるべきことがたくさんある。家族に連絡をしないといけないし、それによっていろ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 怒られることもあるし、やることたくさんある。正解を教えてくれ。今俺は何すべきだ？鈴木君。はい。行こうか。マジで。もう行こう。これは行くしかないよ。本当。はい。水軍団の第4話、はい、朝からやってきてさ、はい、いろいろ大変だったけども、はい、みんなで3人でゴール迎えた時に、はい、どんな景色を味わえるのかさ、はい、見たくない？はい、そうですねはい、わかりました。別人みたいな声になってますけどはい、まあ、それが正解だというならもうそうします。はい。じゃあまずは、はいはい、
各所に連絡してください。はい、わかりました。行こうか、ドライブや。地面かい、すぐぶっ飛ばしちゃおうかな、ほんまに。くそが、ああ、川崎さんだと。ほんまに清水か。ほんまに清水か、これ。行っておらんくて清水じゃないとこやったりしたらもう最悪やね。写真見てすぐ分かった。すぐ分かった、マジで、すぐに分かった。行ったことあるところ何回もあるね。あ、そう、いろんなところもね。何てとこ。タツクシ、タツクシ、龍クシ、龍のクシ、日本二番クシ、タツクシ。うわぁ、めっちゃ攻めるよ、もう攻めるよ。うわぁ、はぁ、あ、はぁ、あ、やばい、どうしよう、マジでテンション上がらん。うぅ、素敵な場所なのに。刺身寿司の島の時刻、時刻19時9分。間に合うなぁ。超いい感じで夕暮れが見られるじゃないですか。そうですね、確かにね、いい景色見れますね。だから日没までっていう設定にしたのかな。ほんで最後のヒント、ヒントというか最後に答え発表がもう3時やったかな。3時分からして、霧で、着くように。着くように。正気じゃないな。お前、さあ、じゃあもう乗ったんで、高速に乗ったということはもう行くしかないんで。はい、乗ったね。はい、乗りました。これと実は清水じゃないよっていうパターンもはないと思います、信じてます。はい、もう乗ったからにはもう行きますよ、テンション上げて、ね、はい、本当にあの散々言い上がりましたけど本当はすごい大好きな場所なんで、はい、土佐清水、はい、行くと決めたからにはもう存分に楽しみたいと思います。ではまた。ビビったに対して、そうな、いや別にそのなんかうまいことを仕掛けたなというか、くそ、あのビッタン目っていう感じはないです。だからな、うまいことなんか俺たちが振り回されたなっていうところですよね。まあ待ってくれてるんでね、なんかね、はい、行きたいと思います。俺がハンカチを忘れたばっかり。いや全然全然、あ、
魔界に戻っております。はい、それはいいですよ。大切なハンカチでしょうから。さあ、はい、目的地の今土佐清水の辰串というところに向かっております。まだあと10分ぐらい。そうね。どうでしょう。いやもうここにはもう 99% おると思うから、うん、やっと会えるねっていう、なんかそんなワクワク感が今大きいですね。疲れてない？今疲れはもう吹っ飛んでます。うん、あとちょっとだと思えば。お、全然吹っ飛んでますね、うん、ようやく会えるなって感じ。そう、やっと会えるわって、いろいろ聞きたいなっていう。聞きたいね、とりあえず、ね、そう、今日のヒントについていろいろ聞きたいし、答え合わせをしたい。そうやな。おう、うん、そこやね、今の楽しみ。あとはまあ見つけたらご褒美があるっていうのを、うん、今日ワンパークコーチでみったんに電話した時にみったんが言ってたから、うん、うん、ちょっとそれなんやろっていう。ほんまやね。うん、そこよね。何やと思う。清水サバとか。あー、食べさせてくれるんちゃうかな。あー、そういうことか。うん、なるほどね。そうそうそう、そこですよ。なんかあるということなので、ご褒美が。うんうんうん、ちょっとじゃあ楽しみにしておきましょう。はい、あとちょっとです。はい、ちょっと一旦こっちから入っていく。もう一個向こうかもしれない。ちょっと一回スタッフが始まりをつけた笛の音。ちょ、待て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 。あれじゃない？あの水色。あれ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 。あれ。ほら、どう捉えた捉えた。見て、これじゃない？あの帽子。釣りしてません？釣りしてません？誰これ。ちょ、行こう。どうやって言ってんねん、これ。やばい。もう一度。怖い。怖っ。ほんまにこれ。めちゃめちゃ怖いな、マジで。あれじゃない？え？名前読んで振り向いたらすってことだね。そういうことか。多分そうやな。違うかったな。あ、ここまで来て。よし、ちょっと呼んでみます。よし、行きましょう。行きます。せーの、ミッタン。ミッタンや。嬉しい。ミッタンや。ミッタンです。会えたお見事。18時58分位置は没してないでしょ、まだ。どう
クリア。お見事。やった。信じてました。ありがとうございます。信じてた、信じてた。鬼釣りしてた。いや、ちょっと次にご褒美をと思って。あ、そういうこと。信じて待ってたから。ありがとう。じゃあさっきそれ、あ、またご褒美釣れてない。もう用意してます。用意してんかい。え、用意しとんかい。お、用意しとんかい。これ清水エサ。エサかい。サバは、サバはこれ餌の味です。餌の味ですか。清水味。いやいや、まあちゃんとあるんだ。あんのあんのね、ちゃんと。ちゃんとありますから。これじゃあ、はい。え、ご褒美？清水といえば何ですか。サバです。おお。清水サバ。いや、パックに入っとるやん。これ。パック詰めされてる。まあでもまあよかった、本当に本当によかった。よかったよかった。面白かった。超泣きそう。むしろ泣きそう。そんなにもうしんどかった。4枚目のヒントをもらってから、うんうん、本当にあれがだから15時やったよね。はい、ギリギリ日没に間に合う時間ですよね。そうです、安全運転で来てもらったら間に合う時間ですね。間に合う時間ね。あ、でも俺あの時に疲れピークでこのまま帰ろうって何度も提案はしたんですけど、どうしても行きましょうということで、あ、来ました。なんとかでも迷ったけれども、はい、来てくれたそうそうそうということですね。そういうことです。いや、ちょっとさ、ヒントいっぱい出してくれたよ。ヒントは結構出しましたよ。その答え合わせしに、うん、答え合わせ。じゃあまず一発目これね、はいはいはい、後ろに緑があるやつ。おう、これは、一発目で、うん、すぐバレたらあれかなと思って、うんうんうん、山っぽく、そう、ちょっと意地悪入ったよね、ここ五代さんに行ってもらう感じまんまとやん。まあ一発目はそれぐらいかな。はいはい。俺らもでも、うん、これ山っぽいけど、うんうん、まさか、そう、まさかなっていうのはもう最初から疑ってた。あ、そこ疑ってたんや。疑ってた。で、2枚目は、はい、これでもう海ってわかりますね。海ってわかりました。で、帽子がこうからこうなりました。はい、前向きました。中日ドラゴンズのキャップっていうことがわかりますね。それわかりましたよ。はい。で、次じゃあ3枚目。おお、待て、何のヒントやねん。いや、もう次でわかるんで。あ、なるほど、そういうことか。はい、3枚目。3枚目、後ろにヤシの木ありますが、はい、キャップはドラゴンズ。そうですよね。手には焼き鳥。焼き鳥、はい。立つ串、立つ串やったんですね。やりよったわ、やりよったわ、やりよったわ、あー、そういうことか。まあでも4枚目はもう正解みたいなね、はい、もう答え発表ですよね、4枚目に関してはね。はい。3枚目のヒントの文章、うん、空腹に耐えられずの空腹がひらがなやったよね。これはこれはあえてひらがなにしました。あのあえてやね、これ。なんか意味があったと思う。意味があったのあえてでいいの、それは。そう、お、本当にその通り。あ、ほんまに意味あった。で、4回、うん、ツイートしたでしょ、ヒント。はい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 、はい、その4つの頭文字を順番にこう読んでいってください。一発目は何ですか。た、たった今のた。たった今のた。2発目、筒井くんまだのつ、うん、さ、空腹に耐えられずのく写真のし。はい、つなげて読んでください。たつくし。そう、ここたつくし。いやいや、もうしんどい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 、本当にしんどい。まあでも結果お見事、日没まで来ましたから、はい、よかったんじゃないですか。ありがとうございます。第1回目、第2回目はまたどこになるか。シリーズすの。あ、そうや、最後もう一つあった、はい、何でしょうか。この、はい、中日ドラゴンズファンですよね。違いますけど。そうです、はい、そうです。え、違います。違います。阪神ファン。阪神ファンです。阪神ファン。中日ファンです。あるよ。ああ、あの帽子もしかして。清水といえばこれだよ。大ちゃんや。ありがとうございます。ようこそ清水。いいとこや。イカ釣りしてんだけど。はい。釣れないんだよね。すいません、それはすいませんでした。頼むわ。ごめんなさい。はい、これあげるから。あ、ありがとうございます。もらいます。はい、ようこそ。ありがとうございます。
あの結論せんでわからんかったな。ということでご褒美は清水様と阪神のキャップにあります。ありがとうございます。すっかり忘れてました。はい、一発目のはいはいツイッターの前に、うん、実はもうヒントというか答えが出てたんですよ。これ朝もらいましたね。この手紙もらってもらった書いてあるやつ。あ、もらったよ。この最後の、うん、西山君と力を合わせて頑張ってくださいから始まる文を、はい、縦読みしてください。縦読み？に、し、え、そう、西へ。まず西へ向かってたらもっと早く行ったんじゃないかな。しかも一発目で清水じゃないかと思ったわけでしょ。はい、そうです。1個だけ1個だけ教えて、うん、グルやろこいつ。気づいてても、ね、それは。どっからもうね、割と序盤から気づいてた。そう、バレてた。ワンパークぐらいかな。まあ、本当のこと言います。はい、西山くんは、はい、僕が昨日前乗りしてることも知ってます。そこまで知っとんかい。そこまで知っとんかい。てかその手紙書いたの俺やし。なんかね、ようできてるなとは思った。いや、そうなんですよ、力を借りないとね。日本語があれなんで。ここの辺は気づいてたよね、俺ね、最初に、ね、あ、なんかおかしいなって。そう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 。今あ、そしたらもうちょっとやね。今思えばめっちゃ食いついてたわ、その時。うわ、本当にみたいな。鈴木君、全体的に引っかかっても深掘りをできない子なのにやらんと。あ、もうそのまま気になってるわ、で、でも次に行っちゃうから。あ、だからこう、引っ掛け買いがなかったね。そらこの次回になるわね。なるよね、そらね。信じてたの、これはみったのただのボケだって。恥ずかしいな。観光スポットでかくれんぼ、はい、かっこ仮。まだ仮だよ。はい、見事恥ずかしくならずに済みました。はい、到着しました。はい、到着しました。おめでとうございます。ありがとうございました。今日いろんなスポット回りましたけれども、ぜひ皆さんおすすめの場所なんで、ぜひ遊びにね、行ってほしいなと思います。はい、というわけで、団長でした。1号でした。どうでした。筒井軍団でした。ありがとうございました。いや、グルやったのか。そうよ、密に連絡取り合った。おい、ソーシャルディスタンス。フラフラ未来。